コンビニの未来。こういう未来がやってくるんかよ。ガネットではない。内容はこちら。コンビニの未来予測ツイートが話題のようです。では、水宝伝さんのツイートより内容を見てみましょう。水宝伝。コンビニ店員、袋有料ですがお付けしますかい？コンビニ店員、スプーン有料ですがお付けしますかい？コンビニ店員、フォーク有料ですがお付けしますかい？コンビニ店員、割り箸有料ですがお付けしますかい？コンビニ店員、有料ですがお弁当温めますかい？こういう未来がやってくるんかよ。なんかそういう未来が来そうな気がする。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。コンビニの業務が増える。コンビニも大変。店員さんが不便な思いをすると思う。外国人のアルバイト、パニクりそうですね。コンビニ店員はパニックになり、ストレスマックスでしょうね。次はこちら。この愚行をやめさせる方法は？その前に、レジ袋有料化の結果は精査されました。対応関係は改善されてますかい？庶民の大半は、これ以上の有料化を望んでないですよ。何でもかんでも有料化。その行き着く先は、国民の疲弊した世界。あんまりですよ。次はこちら。安っぽいプラスチックみたいな大臣ですね。まともな人材と変わりましょう。小泉さん、1ヶ月くらいコンビニでバイトしてみてください。小泉進次郎氏のコンビニ1ヶ月体験。これ、大賛成です。最後はこちら。フォークやスプーンは売り場に並びそうですね。バーコード付きが。お弁当箱はお持ちになりましたか？もじきに来ますね。コンビニ店員、スマイルは無料ですが、ご希望されますか？弁当の容器も有料です。スマイルも有料です。レシートも有料です。コンビニの未来、想像するだけで恐ろしい。結論。小泉環境省は一体何を考えているのでしょうか。日本がスプーンやフォークを有料化したとしても、世界中でプラゴミが捨てられまくってるんですから、何も変わらないどころか、日本国民だけが苦しむだけです。こんなプラ新法案、早急に撤回を求めます。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。